イゴール・オムルチェンは、クロアチア・スプリト出身の男子バレーボール選手。ポジションはオポジット。クロアチア代表。1995年、クロアチアリーグのムラドスト・カシュテラへ入団。2000年にイタリアセリエへのクーネを移籍し、ミドルブロッカーとして、キャリアを積むとともに、クロアチア代表に選出され、クロアチアにとって、初の三大大会である2002年世界選手権に、 オポジットとして出場した。2003年、経営難のパルマのオポジットに招かれたものの、翌年パルマの敗部によりクーネオのミドルブロッカーへ復帰。2007年、マチェラータから去ったセルビア代表、イヴァン・ミルコビッチの公認、オポジットに就任し、クラブのキャプテンとして、コッパイタリア連覇へと導いた。また、カタールのあるアラビドーハにレンタルされ、二千九年五月と六月の、 カップ優勝に貢献した。2012年、JT サンダーズに移籍する。JT はその前、シーズン会に低迷したことからオムルチェンには、新たな得点源として、また各クラブで、キャプテン経験もあることからチーム等卒力も期待された。ただ、イゴールの存在が、チームの結果として結びついたのは2013年、ベセリン・ブコビッチが監督に就任して、以降のことである。 越川優と共にチームを牽引し、チームを10年ぶりに優勝決定戦に導いた。同シーズン終了後、契約満了に伴い対談する。2014年9月、同じプレミアリーグの豊田合成、トレフェルサに移籍した。2015、16シーズンにおいて、豊田合成初優勝の原動力となり、自らも MVP ベスト6、得点王、サーブ賞を獲得した。 一方で、ナショナルチームにおいても、キャプテンとしてチームを牽引し、欧州リーグでは2004年、2006年大会でベストスコアラー賞を獲得。二度の欧州選手権出場のほか、2008年北京オリンピック、欧州予選にも出場した。ありがとうございます。